こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今、Amazon 輸出がわかる本ですね、そのサポートサイト、作り直してますんで、儲かる商材の項目、目次とね、セッションごとのタイトルを書き出してみました。改めて見ても、やっぱ商品探しの基本が、よくまとまってるなと、ね、手前味噌ながら、なかなかわかりやすく書いてあるなという気がします。で、Amazon でね、商品探しをする際に、出品できない商品、これをチェックしてね、出品できる商品で利益出そうならとりあえず、単価が安いんでね、仕入れてみると、一つ仕入れて売ってみるというのがおすすめです。で、この本の中でね、いくつか改定点があればまたメルマガ等でお知らせしていきますけど、注意しておいた方がいいのはアプリですね。この本を書いた時点だと Amazon セラーアプリっていうのなかったんで、Amazon モバイルアプリを進めてるんですけど、今出品用にね、 Amazon セラーアプリというのを Amazon が作って提供しています。これ無料ですしね、出品できない商品とか FBA に入庫できない商品、新品で出せない商品とか、そういうのもねチェックできるんで、それを使って仕入れをするのがおすすめです。他はね、どこの店でどういうのを見るとかね、興味がある商品から選ぶとか、何度も言いますけど、手前見せながらね、よくまとまってるんで、まだ読まれたことない方は、ぜひ、お手に取って、読まれてみてはいかがでしょうか。おすすめです。商品探し。なかなか、高いマニュアルでもね、ここまでよくまとまってるものは、ないと思います。で、現にこの本をマニュアルにしてね、わかんないところを質問していただいて、そしてこういうことをやってくださいというサポートをしてですね、それで月3000ドル以上、多い方だとね、2万ドル以上売り上げて稼いでいらっしゃいます。その元になっている本でね、本に全然書いてないことを教えているということじゃなくて、この本の内容をね、どういうふうに実行すればいいか、どういうふうに余計なことをしない方がいいか、トラブルになったときはどういうふうに解決するか、そのサポートするだけでね、稼げてますんで、実行力があって勘のいい方だったら、この本だけで十分稼げると思います。よろしかったら確認して読んでみてください。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。